11月1日で V6 が解散しました。そうなんだ、 V6 解散したんだ、すごいね。へえ。ジャニーさんが亡くなって20世紀の元気グループが近畿キッズのみになってしまいました。今後のジャニーズはどうなると思いますか。崩壊じゃないですか。え、嵐もこうそのなんかあんなことになってジャニー、え、その V6 を解散するんだ、早いね。いや本当あれだよね、あの僕大塚家具の人の例をよく出すんですけど、本当無能が経営者になるとまともな会社潰すの本当早いですよね。なんで無能って自分が無能だって分かんないんだろうね。いやなんか下手なことしないで飯島さんに任せてればスマップもいただろうし、別になんかそのスマップの影響力を使って嵐もうまくいってただろうし、別に結婚したいならすれば嵐としてそのまま一緒に活動し続けてねって言えば結婚した後も嵐として活動してくれると思うのに、なんでそんな間違った手を打ち続けるんだろうね。バカなの？どうなんだよ、よくわかんないんだよね。ジャニーズさんがそのジャニーさんが優秀すぎたせいで、多分そのジャニーさん以外の経営者が自分が優秀だって誤解しちゃったんだと思うんだよね。だその要はジャニーさんが優秀だったのにうまくいったのに、俺も優秀だから、私も優秀だから、なんかここが回ってるんだって誤解しちゃったんじゃないかな。だからジャニーさんがいなくなった後も、全然俺たち私たち優秀だからやりますわってやったら、はい、手たらくみたいな。いやー、だからね、よくないよね。まあ、個別の理由まではそこまで中のことは分かんないので、なんとも言えないですけど、そのほら、内部の人があの人優秀だよっていうの当然なんですよ。だってそこに所属してるんだから、多分大塚家具に残り続けた人も、大塚久美子さん優秀って言ってたと思うんですよ。だってあいつ無能だよって言ったらクビにされるじゃん。だから内部の人が言う、内部の経営者優秀だよっていうのは基本信用しちゃいけないんですよ。その会社を辞めた人が、あの人優秀だよっていうのは結構信用できるんですよ。辞めた後も言うっていうのは、冷静な判断なんで。ただ、そこに所属してる人が、うちの社長超優秀なんですよっていうのって、大体信用できないんで、それを真に受けてもしょうがないと思うんですよ。はい。なので、結果で見ましょう。